サメ島はじめは、日本中央競馬会、立東トレーニングセンターに所属している、調教師。1979年4月から立東マスモトユタカ社所属の調教助手となる。1999年2月に調教師免許を取得する。2000年旧社を開業し、3月4日に管理場2頭が同じレースで初出走し、 アイアルカングが7着、池月富士が12着となり、5月6日にギャンブルローズンが勝利し、延べ21頭目で管理場が初勝利を挙げた。7月17日に地方競馬への管理場初出走となった金沢競馬場で行われた JRA 交流契約賞にセレサスが出走して7着となった。11月8日に新潟県競馬組合主催で、 新潟競馬場で行われた柏崎特別を野村聖乱王が制し、管理場が地方初勝利を挙げた。2002年11月27日に兵庫ジュニアグランプリをエースインザレースが制し、管理場が重賞及びダートグレード競争初勝利を挙げた。2004年1月18日に日経新春杯をシルクフェイマスが制し、管理場が 中央競馬の重賞初勝利を挙げた。7月11日に中央通算100勝を達成した。2006年優秀状況史賞を初受賞する。2007年12月8日に1957戦目で中央通算200勝を達成した。2012年パドトロアでサマースプリントチャンピオンになる。2014年 リトルゲルダで8月24日の北九州記念を制すると、続いて9月14日のセントールステークスも優勝し、サマースプリントチャンピオンに輝いた。同年11月30日、京都 8R でグランプリナイトが一着になり、JRA 通算400勝を達成した。2017年11月12日に、モズカちゃんがエリザベス女王杯を制し、管理馬が、 中央 GI 競争初勝利を挙げた。カッコ内は当該場の優勝重賞競争。ふとじは GI 級競争。ふとじは文科生カッコ内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。